上松紀子の100歳万歳です。おはようございます。 NPO 法人100歳万歳生涯青春機構渡航明です。いつもの通り、編集長近況を教えてください。そうですね、先週は、岩手県の老人クラブ大会に行ってまいりました。岩手県の高齢者の方約1000人が集まって大会を開いたんですけども、去年の大震災で、大変な被害を受けた方々も元気で前向きに集まってきて、またこれからのことについてみんな語り合ってました。その震災に関しては特に話題は出てなかったんですか？話題は出てました。皆さんが被害に遭った後どうやってその老人クラブが破壊されていったものをどうやってもう一度再生するかということを皆さん考えていらっしゃいました。まあ本当に頑張ってほしいですよね。そうですね。それでは本日のゲストのご紹介をお願いいたします。はいはい、それでは今日いらしてくださったのは川原春夫さんです。川原さんは東京の世田谷区老人クラブ連合会の連合会長さんをなさってます。川原さん、おはようございます。おはようございます。川原さんは大正9年4月生まれで92歳ですね。はい、おめでとうですね。世田谷区の老人クラブ連合会といいますと会員数はどのくらいになるんですか？連合会はそうですね、1万約3000人です。すごいですね。はい、川原さんはそこの単位クラブの会長さんもなさってらっしゃるんですね。はい、単位クラブは昭和の59年ですか、その4月に発足をしまして、で現在も30年近いんですが、私は初代会長として、就任しまして現在に至っております。約30年になります。すごいですね。その単位クラブの名前は世田谷さつき会と申します。そうですか。はい、でその単位クラブが99集まって世田谷区老人クラブ連合会ということですね。うん、はい、そうです。これは一応地区別に分かれておりまして、世田谷地区、それから玉川地区、それから絹田地区、いずれも世田谷区内でございます。その3つの協議会、つまり老人クラブの集まり集団ですね、それがその3つによって連合会が結成されているわけです。はい、そして世田谷区の老人クラブ連合会の会長になって何年になりますか？約11年ですか。はい、そうですか。なんかこの間全国大会で表彰を受けられたということをお聞きしましたけれども。はい、これは会員の皆さんのご協力で、私が別にどうこうというわけではございませんけれども、結局一番、長期にわたって会長を務めたというようなことから、そういうような賞状を受けたんだと思います。はい、10月の4日に日比谷公会堂で、全国の老人クラブの方々が集まって盛大に行われたんですよね。はい、これは天皇皇后両陛下がご臨席のもとに、約2000人の会員といって全国のクラブの会長さんですか、それが集まりまして、で盛大に行われました。その席で、表彰を受けたわけでございます。何の表彰なんですか？これは老人クラブの育成功労賞といいますか、厚生大臣の、賞章でございました。厚生大臣賞、はい、すごいですね。はい、なんかその後にまた世田谷区80周年でなんかまたすごいものをもらったと聞いてますけど、そうですね、これも本当に会員の皆さんの協力のおかげでございますけれども、特別功労賞というのは特別功労賞そのものは、50人ぐらいいただいたと思いますが、
福祉関係の少将は7人でございまして、その中の一人として代表として受賞することになりました。それはおめでとうございます。ありがとうございます。やっぱり30年単位クラブの会長を続けるってことはすごく大変なことですよね。それほど大変ということはないんですけれどもやはり、なんて言うんですか、皆さんの協力があって務められるわけでございまして、決して私がどうこうということはないと思いますが、それはご謙遜だと思います。やっぱり長い間会長なさるってことは体調の悪い時もあるでしょうし、ね、なかなかうまくいかないこともあると思いますけどもね。いや、それほどのことはないんですね。やはりなんて言うんですか、なんといっても高齢者クラブは健康第一、そして友愛と奉仕の精神、それからやっぱり仲間づくりというこの3点が基本にあります。そういうことで皆さんが健康で毎日を過ごすというようなことが一番の目的でございますので、みんなで楽しく仲良く過ごすというようなことを主体にして一生懸命でいろんな部活サークル活動を行っているわけです。私も世田谷区のこの間、友愛活動の研修会ですか、それで講演させていただいて皆さんの前でお話しさせていただいたんですけど、皆さん熱心に集まりましたね。そうですね、やはりなんて言うんですか、皆さんが集まっていろいろ勉強すること、そしてまた運動したり、いろんな頭の体操、体の体操というようなことで、皆さん熱心にやっぱり活動しておりまして、そのためか高齢者クラブっていうのは特にですね、皆さんボケないで、みんな元気で、いろんな仕事をしておられるというようなことで、非常に、いい状態ではないかなと思っております。その先頭に立っているのが92歳の川原会長さんですから、ますます元気でなくちゃいけないですよね。自分がやはりなんだかんだ言っても中心になりますので、自分が見本を示さなければなんないという、やっぱり自分自覚する点も多少あるんじゃないかと思いますが、そうかといって特別に私が健康上おいしいものを食べて、そして特別な運動をしてというようなもんでもないんですね。ごく自然に、やっております。じゃあ健康法とかいうのはないんですか？そうですね、若い時は武道が好きで、もう武道専門で、居合道は5段、柔剣道は4段、もうそういうふうな武道専門でやってましたので、じゃあ、これはもう子供の時から武道に励んで、昔は戦前、特に戦前はですね、そういうふうな方面に走る人が多かったんですね。ですからそれ、自然といえば自然の状態じゃないかと思いますけれども、それによって多少健康上の自信はありますね。じゃ若い時に鍛えた体が未だに、健康でいられるってことですかね。それもあるんですけれどもね、やはりそれだけじゃなくて、私は軍隊生活がすごく長かったもんで、それによって鍛えられたんじゃないかなと思っておりますね。でも、とっても92歳と思えない若々しさですよね。いや、全くシワがないんですね。そんなことないんです。本当にシミもないし、綺麗な肌ですよね。ただどこへ行きましてもね、特にお医者さんへ行って行きますとね、なんでお宅がいくつになったんだとかね何を食べてるんだとか、どうやったら健康法をやってるんだとかって、お医者さんに聞かれるっていうのはおかしい話なんですが、必ず聞かれる。そうですか。いや、お医者さんも不思議なんでしょうね、こんなにお元気だっていうのはね、でも私はね、
ちょうど60歳の時に心臓の手術をしてるんです、うん、バイパスです。あ、そうですか。ですから心臓を立ち割って、うん、足からの血管を取ってそうしてつないでるんですよね。ですから、うん、本来ならばなかなかそんなに元気な人って少ないんです。うん、でもどういうわけだか私は非常に血管が良くって、その健康状態がいいと言うんですが、うん、医者に言わせますと、うん、あんまりその気をつけてくれと、うんうん、とにかくほどほどにしてやるというようなことを常に言われてます。そうですか。そういうわけではないんですけれども、でもやっぱり年ですから、うん、ある程度自分なりに考えて、うん、活動はしているつもりです。でもこの間つい先日シンガポールに旅行に行ったそうですね。はい、これはシンガポールは高齢者クラブ、特に世田谷の連合会で実施したんですが、96名ですか。すごい人数ですね。行ってまいりましたけれども、でもその時に参加した方々が80歳90歳の人が結構多数おられたわけですが、で特にですね、体の具合の悪い人には付き添いをつけてくれろという条件を出しました。ということはなかなか体の悪い人を仲間の人が面倒を見るということは、なかなか大変なんです。それはそうですね。仲間もお年を召していらっしゃいますもんね。そうなんです。その通りですね。ですからそういう意味で、付き添いというようなことを話しましたところ、約10人ぐらいの方が付き添いをつけていただきまして、そのおかげ、というんですか、非常に皆さん元気で、行ってきましたので、しかも非常に喜ばれたというようなことで、非常に喜んでおります。じゃあ96人のうち10人はあれですけど、うん、それ以外の人は皆さん80代も90代もお元気で行ってきたんですか。もう元気どころじゃない、もうルンルンして、なんて言うんですか、帰ってはしゃぐような状態で、非常に喜ばれました。こういうその海外旅行っていうのは毎年世田谷の高齢者クラブでやってるんですか。はい、これはですね、一昨年、毎年やってるんですが、このとこでもそんなに長くはないんで3年前ですか、それは台湾行きまして、はい、それからその次は韓国へ行きまして、でその次にハワイをやろうと言ったところが、ちょうど東北の大災害、はいはい、大地震というようなことで、そういうところを言ってる時代じゃないと、時じゃないんだと、東北へ見舞いに行けというような声が出まして、それじゃあ東北へ行こうということで約120人ぐらいで、東北へ行ってまいりまして、岩手県は、岩手県の老人クラブと交流を図りまして、そこで話し合いをして、あれは花巻の人だったんですか、市長さんが来ていただきまして、それでいろんな報告をしていただきまして、もちろん見舞い金を持って、皆さんで参加した人がたとえ何がしかのお見舞い金を出し合って、そしてお届けしまして、非常に喜ばれましたと同時に、災害の岩手の人たちも非常に元気がよくて、逆に東京の人をしっかりしろというようなそんな感じで対応されまして。何年に東京に復員してきたんですか。昭和21年の2月ですから。じゃあその頃はもう世田谷あたりは、世田谷はたまたまあまり被害を受けてないんです。そうだったんですか。ですからね、あんまり戦争の実感は湧いてないんですが、ましてうちは借所ですから、農家ですから、あまり影響はなかった方じゃないですかね。そしたらもうそろそろですね、音楽にの方に入っていきたいなと思ってるんですけども、会長さんのリクエストの異国の中、はい、そうですね、松田浩二作詞、吉田忠作曲の異国の丘を聴いていただきたいと思います、
はい、この曲を聴くと軍隊時代を思い出すというふうに聞いてますけども、はいはい、軍隊時代はどちらにいらしたんですか？私は現地に入家って言いますか、北市の、これはちょうど北京が司令部でありまして、はい、そこのそばに石化荘っていう、大きなやはり部落がありまして、天津のそばですから、そこに、入隊をして教育を受けました。それで軍隊では教育係をやってらっしゃったんですね。そうですね、初年兵が終わりまして、2年目3年目になりますと、やはり兄貴分としてやはり初年兵の教育を入ってきた、新しく入ってきた兵隊さんの教育をやるわけですが、これにはいろいろ助手とかあるいは助教とかあるいは教官とかいろいろ段階がありまして、そういう人たちによって教育は行われるわけですが、その大体私は助手から始まりまして、助教もやりまして、助教っていうのは下士官でもって、まあ下士官と言いますと兵隊さんは二等兵から上等兵まで、それから下士官というと伍長さんから総長さんまで、それからあとは将校になりまして、少尉中尉大尉、それから左官になって将官になるというような段階があるわけですね。でその教育係というのは将校でも下士官でもそうなんですが、一番最初の三月というものは全部一緒に教育をなされるわけですね。その時の教育係というのが、これがやはり何て言うんですか、助教、要するに下士官教育あるいは兵隊さんの教育全て一緒にやりますけれども、それの教育係というのをずっとやっておりました。なんかその中で、大事な五箇条っていうのがあるということですけども、はい、軍隊はですね、やはり何と言っても精神教育から入ります。そしてあとは戦闘教練というようなことでございますけれども、その五箇条の精神というのはやはり兵隊がどうしてもそれだけは守ってもらわないと秩序が取れないというのがまず第一、それから自分のやっぱり体力を鍛えて、そして戦闘に実際に役に立つ人間にしていかなければならないというのが基本なんです。ですからまず一つ軍人は忠誠を尽くすを本分とすべしという、まずね、戦闘をやるには忠義を果たさなきゃいけないよというようなことですね。それから二つ目には礼儀を正しくすべしと、礼儀が正しくないと何事もうまくいかないんだよと、下の者は上の者の言うことを絶対的に命令をとして守らなきゃいけない、要するに上官の命令は地の命令と同じだというような厳しい、命令があるわけですね。そうして、まず武勇を尊ぶべき、これ第3条です。はい、で武勇がなければダメだと、いくら勉強ができてもいろんな作業がいくらできても、射撃がうまくても銃剣術がうまくても、それは武勇がなければダメだよというような、そういうような教えがあるわけですね。それからあとは真偽を重んじなさいよと、第4条、はい、第4条真偽を重んじろというようなことで、これもしっかり言われたことはしっかり守っていくんだよというようなことですね。そうして第5条にはまず質素を旨とすべし、質素を旨としなきゃいかんのと、贅沢しちゃいけないんだと、もうとにかく白を困憊に立っても、とにかく食べ物は質素にしていくんだ、そしてだけれども食べなきゃいけないよと
というような、うん、そういうような5つのこれを五箇条の五正門と言いまして、うん、これが軍人精神なんだと、うん、こういうようなこと精神教育は徹底するんですこれ。じゃあまず最初にそれを覚え、うん、五箇条の五正門そうです。これはもう絶対的に覚えなきゃならない、うん、食事の時でも寝る前でも、うん、必ず五箇条の五正門は全員で朗読をして、はあ、そして休んだりあるいは次の行動に入ったりというようなことですね。そうですか、うん、さあここで、はい、戦争のお話をちょっと置いといて、はいはい、健康のお話してよろしいでしょうか。じゃあちょっと健康のお話をさせていただきたいと思います、はい、じゃあ川原さん最近体調はいかがですか。高齢期になると便秘に悩む人が多いですけども、うん、川原さんの周りの人もそんな問題が起きてるんじゃないですか。そうですね、高齢者クラブに入ってる人あんまりそうは聞かないんですが、実際にはそういうあんまり口外はしないでしょうけれども、多少そういう方は多いかも分かりません。そしたらですねちょっとね、うん、ここで、ご紹介したいのがオリゴ糖のことなんです、はい。川原さんもオリゴ糖っていうのを聞いたことがあると思いますけれども、オリゴ糖は健康管理に欠かせない、うん、善玉菌とね、ビフィズス菌を増やして、はい、腸内環境を良くするんですよ。ですから頑固なお腹の人にもとっても好評なんですね、はい。それからこれから風邪が心配な季節を迎えますよね、はいはい、風邪は万病のもとなんて言いますけども、はい、実はその善玉菌を増やすことで腸内の免疫力が、うん、免疫力が高まってインフルエンザなどの感染予防にも効果があるんですよ。そうですか、この商品は消費者庁から許可されている特保のオリゴ糖オリゴのおかげというものなんです。はでちょっとこれを飲んでみていただきたいんですけども、はいはい、今日はコーヒーに混ぜて飲んでみていただきたいんですけども、うん、ちょっと、はい、シロップみたいな感じですよね。そうですね、ちょっと飲んでみてください、はいはい、ありがとうございます。どうですか、甘さ感じますか。うん、そうですね、このくらいがちょうどいいんじゃないですかね、あまり甘すぎてもね、うん、ねえ、帰って飲みにくいんで自然の甘さになってると思うんですけども、はい、とても美味しいですよ。それでこれはねカロリーが半分なんですよ、お砂糖の、うん、でこのようにコーヒーに入れてたりヨーグルトにかけたりして、うん、飲んだり食べたりすることができるので大変便利なんです、はい、で私もね長年愛用していて、はい、とても便利なので手放せないんですよ、はいはい、ぜひ会長も、はい、飲んでこれから飲んでいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。で先日そのオリゴ糖に関するお手紙がリスナーから来たんですね、はい、ちょっと紹介します、うん、小木島健二さんという方なんですけども、うん、毎日朝食後または夕食後にオリゴのおかげを中さじのスプーンにとって直接いただいてます、うん、日曜以外は趣味やボランティア活動などで家でゆっくり過ごすことがないほど慌ただしい日々を送っていますが、これなら手軽にいただけるのでとても便利ですというような、お手紙いただいたんです、うん、高齢の方々にぜひ飲んでいただきたいと思います、うん、ここで皆さんにお知らせをしたいんですけども、オリゴ糖にまつわるエピソードやご質問などのお便りを募集しています。番組で紹介された方にオリゴのおかげダブルサポート500g を1本お一人で2ヶ月分相当プレゼントいたします。応募はファックスでお願いいたします。ファックス番号は03-6661-4052 です。もう一度ファックス番号をお伝えいたします。 03-6661-4052 です。受付は本日中です。ふるってご応募ください、今日は、健康情報をお知らせいたしました。いや私としては川原会長からですね、はい、もっと
先ほどの精神教育じゃないんですけど、先ほど言われたのが全部、はい、今の日本がなくしちゃってるものなので、はい、聞いてて、ああ大切なものをなくしてきてしまったなとか思いまして、うんうん、本当先輩として教えていただきたいなって思ってたんですけれども、この次またぜひお教えください。ありがとうございます、はい、若い人たちもどんどんそういうことを教えていただきたいですね、うん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。